お疲れ様です。今回は投資について資金管理のお話をしようと思います。皆さん、投資には資金管理が大切だとかね、資金管理が必要だよって言いますけども、これ資金管理って具体的に何をやることなのか今言えますか？多分言えないんじゃないですかね。資金管理の前に大事なのは資金計画です。まずは資金計画のことについて、その計画を立てなければ資金管理はできませんよね。資金計画に沿った自分の実態が行えてるか、ギャップがあるのか、これを確認して修正していくのが資金管理じゃないですか。ということは計画ないところに管理はないわけですよ。じゃあ今日はですね、資金計画についてちょっとお話ししましょう。3つから4つのエッセンスで作られています、資金計画ね。資金計画どんな形になってます？まず第1点目なんですけども、投資に使える自分の資金はいくらあるのかってことがスタートになります。投資ってのは余剰資金でやることって言われますけども、じゃあ今度は余剰資金の定義って何ですか？余剰資金の定義は、10秒後に亡くなっても自分の暮らしや人生に全く影響のないお金のことを言います。例えば私が今1000円ここでなくします。もったいないですけども、でも人生に大きな影響はないですよね。だから1000円ぐらいの買い物だったら私はポンポンすることができます。じゃあ10万円だったらどうかってことです。10秒後に10万円なくなったらさすがに痛いです。でも人生が破綻してしまうような金額ではありません。じゃあ100万円ならどうか、300万500万ならって考えていくと、確かに500万もかなりの痛手ですけども、じゃあ私が首をくくったり家を売ったりしなくちゃいけないかってことになると、多分今までの暮らし変わんないですね、500万。そういった形で自分はいくらまでだったら10秒後に資金を失っても痛くも痒くもないかっていう金額を洗い出さなくてはいけません。おおむね自分の持てる全資産の 1% が限界だと思います。だから自分の持ってる全資産の概算ぐらいは出せないと資金計画できないんで、投資もまたできないってことになりますね。計算したことありますか？家や不動産をお持ちの方、自分のお給料、仕事先、こういったものがあると、例えば見込みで年収500万の方だったら10年間で5000万円の資金を持っている見込みになります。ただし見込みですから、これをもって自分の全体資金とするのは危険です。あくまでも投資を始めようとするその日の時点でってことになりますんで、おおむね現金化されているもの、もしくは現金化できそうなものに限られます。投資に使える余剰資金の定義いかがですか？これが資金計画の1点目です。具体的になったんじゃないですか。2つ目ですけども、投資行動を起こすならば、いつまでにいくら稼ぎたいのかっていう期末を設けないといけないですよ。いつまでにいくら稼ぐ、例えば今年中にあと100万稼ぐっていうふうに設定した場合、どの投資をするのかっていう手法も決まってくるんですよ。またその手法に応じたスキルはありますかってことにもなってきます。また年末までに100万と決めたんだったら、じゃあ11月末の時点でいくらかな、いくら稼いでないといけない計画なのかなってことも当然計画書に書いてあることになりますよね。そう考えていったら、投資をする際にいつまでにいくら稼ぎたいのかっていうことすら決めてないんだったら資金管理なんてできないわけですよ。つまり投資そのものができないってことになります。それは単なるギャンブルであり娯楽なんですよ、ね、いつまでにいくらの利益を見込んで投資を始めたんでしょうか、ね、3年間で1億円で決めたんだったらそれでもいいですよ。じゃあ3年間で1億円稼ぐのに何をあなたは投資の対象として選んだんですか？先物ですか？株ですか？ FX ですか？それとも暗号通貨ですか？そうするとそれぞれのマーケットに対して細かい
設定が必要になってきます。そのスキルはありますかってことになってきます。ほとんどの人がないでしょ。だからお遊びなんですよ。皆さんがされてる投資事っていうのはなんとなく感覚値でやってるんですよ。きちんと筋道立てて資金計画、その次に資金管理、それから具体的にどのマーケット、どの投資手法で勝負するかっていうこと、 FX なのか株なのか暗号通貨なのか事業投資なのか分かれてくるでしょ。でもこういった資金計画とか資金管理全くなく FX やろうとかなっちゃってるでしょ、だから勝てるわけないですよね、まあ FX に限ってみ見て言えばね、勝てますけどねはい、3つ目、これ肝心なことですけども、投資には必ずリスクがありますね。そのリスクをどこまで受け入れて投資を始めるんでしょうかってことです。一番最初にお話した全体資産の 1% って言ったのがここにつながってきます。全体資産の 1% を失うことは許容しないといけないんですよ。 1% が嫌だったら 0.5% もいいんですよ。最大で 1% って話ですから。だからご自身が失いたくない金額のそのレベルっていうのがあると思いますんで、じゃあいくらまでの損失を受け入れることができるんですかってことになります。まあ例えば私がね、株券を買います、パーになる可能性もあるでしょ。だったら株を買うんだったら10万までにしようかなと、10万が紙くずになってもまあしょうがないかなっていう感覚です。もっと分かりやすく言うと宝くじを買います。宝くじが全部外れる可能性があるんですよ。まあもちろん10枚に1枚はね、300円ぐらいが当たるかもしれませんけどね。でも基本的にはそういった末端の当選を抜きにすると、10枚買っても100枚買っても1000枚買ってもそれが全部紙くずになるってことを覚悟して買うわけじゃないですか、ね、投資についても同じことが言えるんですよ。いくらだったらパーになってもいいやと思いながら、いくらまでの損失を受け入れてるんですかってことです、ね、そこにロスカットラインを引くっていう発想も出てくるわけなんですよね。じゃあ最後になりますけども、暗号通貨、例えばビットコインでね、お金儲けようとしたと、いくらの時に買っていくらの時に売るっていう計画を立ててますかってことなんですよ、ね、それがね、たまたま今日買ってたまたま値上がりした時に売るみたいなことを考えてるから勝てないんですよ。そんなのはね、計画でも投資でも何でもないんですよ。ギャンブルやってるだけなんですよ。だからきちんとね、いつ頃がまあ直近の安値なのか、安い時に買ってそして直近の高値で売る、これでしょ。じゃあ私が毎日毎日コイン月光を見て寝頃ってのを探ってます。今年の1月あたりでは400兆円を軸にして370兆円が安め、430兆円が高値っていう風に考えて見ていたんですよ。でも今は違います。だいぶ相場が下がってきて300兆円が下、320兆円が真ん中、340兆円が上っていう風にブレが変わってきたんですよね。当然その時期その時期において買うポイントと売るポイントっていうのは変わってきます。こういう風なことが見極められて投資をやってますかってことですよね。はい、じゃあ今回はそんなところにしましょうかね。参考になれば幸いでございます。